ひろみさこです。ひろみです。スタバの新作でストロベリーベリーマッチフラペチーノってやったんですね。その人気商品を作ったのかなと思って、本物のスタバと僕が作ったスタバを渡します。ひろみはスタバの新作を当てれるのか。うん、当てれるよ。当てれる、当てれる。だから料理できる子が再現するってことだよね。まあ、うん、そしたらまあ分かんないんじゃないかってことだよね。まあそこまで自信ないんだけどね。そこはもう自信続けてよ。自信持ってやっちゃう。スタバ作るのは初めてやから、フラペチーノの作り方わかんないから、ちょお店行ってお姉さんとこちょっとジロジロ見て研究してくるわ。レシピもらってこればいいじゃん。はい、ということで買ってきました。ストロベリーベリーマッチフラペチーノ。めっちゃ人いたけど、そのおかげで研究できました。いただきます。実際飲んでどんな感じか。甘いな、甘いな。ヒロムはこの新作とで僕が作ったやつ一つだと思ってるんですけど、僕が作ったやつを二つヒロムに渡したいと思います。で、ヒロムがどっちを選ぶのか。ストロベリーの果汁を甘くしたものを氷と一緒に混ぜてこのシャーベット状にしてましたね。だからそこをうまく再現できれば騙せると思います。なので今から買い出しに行ってきます。2種類買ってきました。この紅ほっぺとあまおう、大きいんですよね、果肉が。で、このいちごジャムを使って、あの丸ごとってやつなんで、これで再現していけるんじゃないかなと思いました。OK。 わあ、これいいな、これうまいわ。オッケー。じゃあ今日は新作のストロベリーフラペチーノデラックス。じゃあこちらは新作のストロベリーベリーマッチフラペチーノ。あざ、すげえ。てか一つって言ったんだけどねえ、注文一つなんだけど。はい、あの当店は一つ頼んだらもう一枚サービスということでね、やらせていただいております。ほーおーおーおー。見た目的にはどう？いや、あのね、うん、俺最初に一つ思ったのが、スターバックスって、うん、あんまりなんかこのでかい果汁を入れとるイメージがないよね。はいはい、うん、で、ここになんか果汁が入っとるやん。はい、うん、まあ俺もたまに飲んできたからなんとなくこうポイントはちょっとついとるつもりなんやけど、でもこっちには大きい果汁がないの。ちょっと見づらいかもしれへんけど、この上のなんかナッツみたいのが入っとって、うん、これがすごいリアルに対して、こっちがでかいんだけど、ナッツがこっちがね、ほぼナッツがねパラパラしてるのね。はいはい、ちょっと似せてきてるみたいな。そう、似せてきてはいるんだけど、うん、しっかりナッツ、こっちはパラパラ、うん、こっちが本物っぽいんだよ。まあ飲んでみんとわからんと思うよこれは。あ、ちょっと飲むか、うん、よし、わかった。じゃあこっちの方が色が濃いから体に悪そうな、美味しそうな方から飲んでいこうかな。あー、なるほどね。それいただきます。果肉がでかくて、ナッツみたいのがしっかりしてる方、いただきます。はい、いっちゃってください。すごい、すごい、ジュルって、こうなんかしっかり入ってくる。なんか口が入った時に、うん、しっかり飲んでる感じがする。多分ね、ストロベリーベリーって言ってるじゃん。ああ、そういうことか。結構だ、強いんだ、だから。いちごがそうそう、でかいのよ。あ、美味しかった、美味しかった。じゃあ次、こっち、はい。ちょっと味が薄い方。違うね。味が薄い方っていうか、色が薄くて、うん、味も薄かった。こっちより。で、ヒロムの好みはどっちなの？こっちかな。はいはいはい。体に悪そうな方。ちょっと待って。うん、出てこうへんな。なんだか果肉がでかすぎて詰まっとんかな。これもしかしてスタバこんなことする？スタバじゃない疑惑あるで。これ出てこへん。結構総合して考えたら、どうですか、まあ、こっちだなとも思うけどね。これリアルにこう当てに行くね。俺はクリームちょっとしっかりしてるのよ。でこっちは溶けて、もうほぼクリームがなんていうの、溶け出しちゃってた状態。こっちはしっかり残ってて、上にふんわり乗ってる、まあ、プロの技なのかなと。まあ、プロの技なのかなと。俺が言ってることで、ドンピシャで入ってきてるのよ。あ、俺は思ってるから。一つ言えるのは、まあ、君の実力すごい。
本当にすごかった。どっちも、いやいやいや、どっちも美味しいってこと。うん、どっちも美味しい、うん、じゃあ決めちゃってください、ヒロさん。こっちで、はい、最初に飲んだ味が濃くて果汁がでかくてクリームがしっかり乗ってる、ナッツがしっかりしてる、なるほどね、方で。じゃあヒロさん、こっちも飲んでみてください。どうぞ。今回3つ用意してますよね。はい、ということで、素人がスタバ作ってもごまかしちゃうジャンルの級です。何、どういうこと、どういうこと。ヒロミが今まで飲んでたのは全部僕が作ったやつ。おー、マジかよ、なんだよそれ。これが本物。ぶっちゃけどれがいい、ちょっと待って、うん、これなんだろうなと思ってこれって言ったけど、うん、これが一番うまい。それうまい、これうまい。超えました、スタバ超えました。まあ俺が飲んだらだよね、うん、俺が飲んだらだけど、俺もなんか出てこへんよ。でも新作じゃない疑惑あるの、それじゃ。うん、潰れてまったの。ということでご視聴ありがとうございました。うまいよ、コウさんが。これはもうね、賞賛しましょう。開いた方がいいかも。ツインズとして初のグッズが概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録のアイコンからよろしくお願いします。次回の動画見てね。バイバーイ。